いいよ。じゃあ本読もうか。じゃあ何しようかな。はい。じゃあお布団さんにします。行ってきます。今日は新しい靴で初めてのお出かけ。丘のてっぺんには大きな木がある。そこではもう使わなくなったものと欲しいものを交換できるんだ。僕は小さくなった靴を持ってきた。今日は特に欲しいものがなかったから靴だけ置いて手ぶらで帰ろう。何かがついてきてる。君は誰？君は誰？お布団さんです。あなたのお布団になりたくて。そういったお布団さんはあちこちが汚れていて、ちょっとボロのお布団だった。うちのお布団に？ダメダメ、そんなに汚れてるの。帰ってもらいなさい。ちょっとおいで。わー、目が回ります。ほら、登って登って。ぼっちゃん、どれくらいこうしていればいいですか？僕の目が覚めるまで。ほーら、すっかり見違えた。それから僕らはおやつを半分こして眠くなるまで一緒に遊んだ。もちろん寝る時も僕らは一緒。坊ちゃん、あったかいですか？お布団さん、ふっかふか。お日様の匂いだよ。私の心もふっかふかですよ。坊ちゃん、起きて。ちょっとでいいから目を開けて。わあ、すごいすごい、お布団さん。あー、よく寝た。あれ、お布団さん、お布団さん、お布団さん。お母さん、お母さん、お布団さんは？あら、いないの？どこ行っちゃったんだろう。今日だけよって言われたから出て行っちゃったのかもしれない。今頃一人で泣いてたらどうしよう。あ、もしかして。あー、やっぱりここにいた。僕の大事などんぐりと交換だよ、お布団さん。ダメダメ、そんなにボロボロなの。交換よ。似合う似合う、お布団さん。僕と僕のお布団にぴったり。今日もいい夢見よう。
明日も。ハリーお布団さんいいの持ってるね。いいお布団さん持ってるね。いいね。いいね。いいお布団さん持ってるね。今日もご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。待ってみてね。バイバーイ。